内面を見てくれるから付き合いが始まって、で、外見を認め続けてくれるから、安心できるんですよね、女性ってね。まあ、彼氏とかですね、彼女みたいに一番近しい相手に、その外見をいじられるってのが一番きついんですよ。で、例えば恋愛の場合も、実は恋愛の付き合ってたの頃って、相手の外見を褒めるじゃないですか。で、付き合ってですね、年月が経てば経つほど、外見を褒めなくなって、内面の部分にフューチャーするじゃないですか。ところが、相手のことを褒める場合には、会った時にですね、外見を褒めると、大体みんな外見を褒めるんで、なんだろう、薄っぺらいやつだなと思われるんですよ。外見褒めれば褒めるほど。だから美女に、美女だねっていう風に言うのはダメなんですよ。だから、付き合って、時が浅い時ほど相手の内面の部分への話を展開させて、内面を褒めた方が良くて、逆に付き合って時間がある程度長くなってきたら外見を褒めてあげると、あ、この人は何歳になっても自分の外見を褒めてくれるんだな、認めてくれるんだなっていう風に思うので、だから内面を見てくれるから付き合いが始まって、で、外見を認め続けてくれるから、安心できるんですよね、女性ってね。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それでは、バイバーイ。